前田昭夫は、音楽学者、指揮者、ウィーン大学名誉教授、シューマン研究の第一人者、東京を生まれ、東京大学文学部哲学科で美学を学び、1958年、東京大学大学院修士課程修了。1961年により、ウィーン大学哲学科で、音楽学を専攻、同時に、ウィーン国立音楽大学で、ハンススワルフスキーに指揮法を指示。 1967年博士論文 NA ポルペラオスとインストゥルメンタルコンポーニストで哲学博士を取得。1972年より中立ヒ大学にて日本学講師と音楽学非常勤講師を務め、1986年西ドイツ学新連合のシューマン全集の編集主管を担当し、1987年ハイデルベルク大学にて教授資格取得。 チューリヒ大学講師、ベルン大学、バーゼル大学、ミュンヘン大学で教弁を取り、1997年より、ハイデルベルク大学教授、大阪芸術大学教授、国立音楽大学昌兵教授、上野学園大学教授、学長。2015年退任、スイス音楽学会理事。レコード芸術に、ウィーンは、ウィーンを長期連載している。 2019年より再び、上野学園大学学長。ありがとうございます。